庄内神社は、大阪府豊中市南部に鎮座する神社。服部天神宮、服部住吉神社、原田神社などの豊中市内各社に比べると歴史は、新しく、庄内村各寺に祀られていた七社を、1906年の直霊により合祀し、庄内神社と合したことに始まる。当初は、島港稲荷神社の位置に、廃止、 1912年10月に現在地へ先座した。なお、庄内神社の元となった各社は、オームネード時代に橋を発すると伝えられるものが多い。庄内の町は、宝南市場や、商店街が日々、賑わいを見せているが、当社殿は繁華街から西へ離れた、静かな住宅地に位置し、小さいながら、鎮守の森も美しく保たれている。祭神、少なびこなの命、 大名口の命、天寺大臣、住吉大宮祭人、恵比寿命、今年の西神、島至留止めやわ祭人、王神天皇、神宮皇后、島至留止めやわたぐ1758年岩清水、八幡宮より誕生。1909年神社合志令により、庄内神社に合志され、1967年に、庄内神社の抹茶として造営。 豊中百景も参照。学校法人庄内神社学園として、庄内幼稚園及び庄内立花保育園を運営している。ありがとうございます。